毎日思いのにはい、キン TV の石金ですこんばんは、2023年、えー、3 2月16日の動画日記となります。16日は、えー、ちょっとね、また嬉しいことがありまして、えー、友達が大学の、えー、からの友達なんですけども、えー、と1、2年の時にね、一緒の学生寮ですね、同じ大学の学生寮みたいなの住んでたんですけども、そこでね、えー、と日々ね、えー、と顔を合わせて一緒に、えーと、なんだろうな、1階に あのみんなでご飯を食べるね食堂みたいなのがあってそこで本当に毎日の一緒にね、えー、朝ごはんとか夜ご飯とか、えー、食べたりとかね、えー、ある時はあの僕はその時、えー、とネットフリックス、えー、契約してたんですけども、あのー、僕の部屋でね僕のパソコンで、えー、契約したネットフリックスで、あのーまあ、大,学だ大学生って結構その時間に余裕があって、えー、と授業がない時とかはもうずっとなんかアニメ見てたりとかそういう人が、えー、結構多いんですけども その友達はね、えー、と僕がいない時、えー、ときに僕のパソコンでですね、トリックスでめちゃくちゃアニメ見たりとかね、えー、してたりとかね、卒業してからも、あ卒業してからはね、全然、えー、会ってなくてですね、あの彼があの九州の方にちょっと戻るというかね、仕事で、えー、行っちゃってですね、えー、なかなか会えないということがあったんですけども、まあ、それでも結構なんだろう、えー、電話したりとかね、ドキドキしたりとかね、えー、そういうのをやってたんで、えー、と仲は続いていて、で本当に仲良く、えー、アニメのことも 話せるし、えー、と本当にとにかくなんか一緒に話してて落ち着くというか、あのー、いいのですごく、ね、大事な友達だなと思っているんですけども、えー、彼が、ねえー、と転職、えー、成功成功というか転職して、えー、と春から、ね、あの関東に、ね、戻ってくるという報告をね、えー、お知らせをあの速報を電話 LINE、えー、電話でもらってですねめちゃくちゃ嬉しかったです。はい、いや本当にに一緒に えー、昔はね「青いエール」の復活のライブ武道館のライブ行ったりとかねウーバーのライブ行ったりとかねそういうのもあったしやっぱそれはね関東に、ね、一緒に、えー、いないってちょっとなかなかな、えー、なかなか実現は難しいので、えー、戻ってきてくれて嬉しいし、まあ、あと本当に昨日。えー おけ気心というか、んだろうな、本当に仲いい友達が近くに、物理的に近くにいて、いつでもこう飲みに行こうと思えば行ける、そういう場所まで戻ってきてくれたということに、ね、すごく嬉しいなと思います。はいまあ、とににかく本当に その友達に関しては、えー、転職おめでとうということだし、えー、帰ってきてくれてというか戻ってきてくれてありがとうという感じで、えー、めちゃくちゃ個人的に嬉しい出来事でした、はいえー、そんな感じで、えー、した、はい、16日